今回は木炭のドローイング、木炭っていうと、一度行ったことのあるアンブロジアナ美術館っていうところ、イタリアのアンブロジアナ美術館っていうところで、ラファエロのカルトン画ですね。ラファエロのカルトン画、横8メーター台、縦3メーターぐらいあったかな、2メーター、3メーター近くあったような、もっとあったかもしれない。8メーター縦、3メーターぐらい、すごく巨大な、カルトン画、下絵ですね。アテネ公会堂、アテネ公会堂だったかな、何だったかな、いろいろなギリシャの鉄人が描かれてて、その中に自分も含めて自画像も含めて描いた群像、木炭で描かれてる。多分あの木炭って言っても、こういう柳の木炭ではなくて、チョークコンテ、なんかその中間ぐらいのものかなとは思うんですが、最近修復されてすごい綺麗になったようですね。僕が見た時はまだ黄ばんでて、画面がボロボロで、経年の劣化がすごいかっこよかったのを覚えています。ラファエロっていう人があの時代、1500年の時代に、ルネサンスの時代にああやって、等身大の群像を巨大な画面に下絵で撮って描いていた、すごい楽しそうに描いてるんですね。もう生き生きと、非常に生き生きとした絵で、その絵のためにアンブロジアナは一部屋作ってるんですね。素晴らしい美術館でしたね。あの絵がメインですね。レオナルドもちょっと目、あんまりこうその前では少しこう色あせるような感じはありましたが、これがまあ下絵になるんでしょうけど、本作はどこにあったかな、どっかのお城にあったような気がする。本作はフレスコだったかな、フレスコで壁に書いてあるか、フレスコ画なんですけど、まあ、しょぼいんですね。やっぱりあの本作よりもその素描の段階の非常にインスピレーションを、霊感をいただきながら描いている躍動感のある、木炭白黒のデッサン、非常にそっちの方が良かったです。チョーク、木炭、その他こういう素材で描いてるともう自然に色とかが落ちていくんですね。こう細かい調子を作ってもですね、それが、時間が経てば大雑把になっていくんですね。だからあんまり細かい作業をしてもしょうがない素材だと思うんです。で、木炭というのは細かく階調を作れる、色調を作れるんですね。けれどもその時はすごく細かくてもどんどんやっぱり取れてくると細かく作ったところがメインにするとですね、細かく作ったのをメインにすると、見どころがなくなるんですね。だから、やはり骨格が大事になってくる。取れても大丈夫なような絵を描かないといけなくなるということなんです。それを考えたらですね、ラファエロ、450年経ってるけれども、ごっそりと色とか、色調とかはもちろんこそげ落ちてるんですね。で、髪もボロボロ、黄ばんで、ヤニで黄ばんで、けれどもその魂は失われない、そういう非常に、デッサン力に長けた、
人だったんだなと思うんですが、本作になるとどの作品でもちょっと緊張してて、何かこうぎこちない、ラファエロの何か社会的な地位なのか何なのか分かんないですけど、非常に硬い作品が多いとは思うんですが、デッサンがいいんですね。あの時代みんなデッサンをして、あの科学的に、対象物を写し取って、研究した時代ですから、レオナルドにしろ、ラファエロにしろ、ミケランジェロにしろ、非常にデッサンっていうものが科学的に行われて、科学的というのはもちろん霊的な部分を含めてですけれども、科学的に行われて検証された、レオナルドなんかは言ってますけれども、あの過度な熟練は必要ないと、要するにその人がどういうふうな物事を捉えどういうふうに物事を捉えたか、デザインしたかっていうこと、それを煮詰めるような作業っていうのはあまり意味がないというようなことを言っていますが、そうですね、やはりその過度な熟練、文化の停滞、うまくなっていく、その小手先ですね、小手先がうまくなっていくことの無意味さっていうことがもうその時代よく分かったんですね。煮詰めていく、その、熟練して、過度な熟練、その技術をどん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 写実性を持って、どんどんものに即して煮詰めて技術を上げていくことを、っていうのはですね、構成力がないことがよくあるんですね。で、構成できてないことがよくある。絵画っていうのは構成しながら描いていくんですが、その煮詰めるとですね、自分の思考がその、過度な熟練はですね、自分の思考がその模倣の連続になるんですね。まあ、つまり自分の考えがですね、そのまま最初から最後まで自分の中で、終わっていくんだと思うんですけれども、そういう時は一枚のコピーみたいなものでですね、構成がないんですね。一つの線と一つの線が重なるには二人必要なんです。一つの線が縦にあって、一つの線が横にあって、十字を作るためには二人必要なんですね。で、自分が、それを、構成を持って書かずに意識を持って書くと、縦も横も自分で書いてしまいますね。そしたらそれが一つになりますね。で、今度の次の、ステートに入るときにやっと2つ目の構成に移るわけですけれども、熟練が過ぎるとですね、全部が一つになっちゃう、頑張ってすごい細かく書いたのに一つのペケしか書けない、縦と横の線の重ねたものしか書けないというようなことになってしまうんですね。そうすると重なりがない、ただの一つの単一の思考、単純な思考、淡白なものになるんですね。絵っていうのは多重構造になっててですね、何人もの人間がですね、それを一つの絵を構成しているんですね。一人の人が描いたとしても、何千年も生きたことになるような感じなんです。で、それが構成力っていうんだと思うんですけど、一つの構成から他の構成に、他の構成に移るためにはですね、一回人生終わらないといけないんですね。一回死んでまた生きないと次の構成に移れないんですね。で、それは意識してできるものではなくてですね、偶然というか、その望むものなんですね。
自分の意識がそこで終わりますようにと望むものなんですね。で自分のその技術の過度の熟練は自分の意思で全部描き込みますから、一つの構成にはなるんですが、それを否定する段階がないと、それを否定する段階がないと二つ目の構成に移れない。だから物事は否定しながら描くんですね。自分の描いたものを否定することで、形になっていく。それが、先の人生になって、後の人生の人がまた言って入れるっていうことになるんですね。そうすることでやっと2段階目に移れるということになるんだと思っています。それを一瞬のうちに何度も何度も繰り返すのが技術だと思います。一回一回自分を否定しながら新しく創造していく、その過程の、摩擦、鮮烈な一手一手の繰り返し、それが構成していく技術、一見つながっているようで全くつながっていないもの、例えばキュビズムでもそうですし、横の顔と真正面の顔がつながらないのは当たり前ですが、それぐらいつながらないものを一手一手に込めていくわけですね。だから、循環思考では全然描けないんですね。むしろ矛盾したものが重なり合うことで血液がそこに流れるんですね。シュールレアリズムなんかもそうですよね。全く違うもの同士を、アンドレ・ブルトンのシュールレアリズム論、全く違うものと全く違うもの、全然思考のつながらない2つのものを重ねるっていうことで1つのリアリティを生む、コントラストを生んでそこに現実性を持ってくるというようなこと、マン・レイとかですね、マルセル・デュシャンとかですね、本当にアメリカンポップアートにしても、ヨーロッパ の王道を踏襲してるんですね。僕なんか割とこんな風にもガシ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 描くのが好きなんですが、描きたいっていう気持ちの時にしか描けないですけれども、木炭の紙に重なる感じの音とか質感とかですね、感触を味わいたいっていうのがやっぱりあって、描きたいなと思ったりすることが多いですね。ガシャ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 という音とですね、グググッという黒くなっていく感じですね、あの感じがやっぱり、好きなんですね。きっとなんかその感触っていうものと霊感、インスピレーションっていうものをつながってるとは思うんですけど、やっぱりその多少その自分の中で暴力的なところがあるんですね。それはもう男性だからしょうがないっていうのもあるかもしれないですが、前々からそれはずっと感じているもので、自分の中に何かこう、野人のような野獣のようなフォーブな感じがあるんですね。でそれが最初の頃はそれを糧に描いてた頃がよくあってですね、とにかくひどく描く、とにかく手から血が出るぐらいまで描くんですね。本当に血が出ましたね。手を切ったりですね、紙の端で切ったりですね、痛いですね、思い出しただけで痛いんですが、あとなんかもう素材なんかを気にしなくてで描いてましたね。例えばその辺の花を摘んできてですね、それをもう砕いてそれを紙にすりつけたりですね、もうめちゃくちゃですね。でもそうして自分の中で血液が流れ出て、その暴力性で自分を痛めつけるんですね。そうした時に非常に描いた感じがしたんですね、昔は。で何かしらその暴力性の中に真実味があってですね、非常に手応えを、正確さを感じたことがよくあったんですね。今でもそうですけどね。やはりそういう芸術の力、そういう非常な正確さ、その
正しさですね、そういうものをの自分の暴力戦の中に見てた時期があったんですね。そういう、悪いこと、良くないことの中に何かこう、一つ秘密があるんじゃないかと思ってそれを追求してた時がありました。でもその悪いことの中にエネルギーとか実体っていうものはよくよく考えたら普通に考えたらあるわけがないですね。その実体だったりリアリティだったり存在実在あとエネルギー命のエネルギーですね、そういうものがどこから来るかってやっぱりいいものから来るんですね。そしたら自分の悪いこの実感、この正しいと思うあの暴力性は一体何かと考えるわけですね。正しい立ちとは何か、自分を考えながら、その通り描いてもその正しさを感じられない、いくらやってもその、古いタンスみたいでですね、その閉めたら開けたらまたそこを閉めないと閉めたらまた違うところが開くというような感じでなかなかこう正しさというのは見出せないけれども、その暴力性によって一つの正しいタッチを感じる瞬間があるんですね。それは何かって言ったら人間のもうやっぱり罪ですね。でそれが正しさあのにつながってるなっていう直感はありましたね。でそういうことであの人間の位置っていうものをはっきりと見極めるっていうことがあって、でそういうことがあの正しいタッチなんじゃないかと思っていた時期がありましたけれども、よくよく観察してみたらですね、それはちょっとなんか違うんですね。何か寸でのところで違うものがあるんですね。暴力的に一つのタッチ、自分のもういけないもう本当にやるせないその暴力的で本当に、加害者としての、怒りですね、怒りとか芸術は爆発だじゃないですけど、なんというんですかね、その人に対してのこう暴力性、そういうものをですね、めちゃくちゃに表現するんですね。そうした時に何かこう確かな温かさを感じるんですね。でそれがまさかその暴力性から来てるとは、最初はそういうところから来てる、正しい位置を見つけるところから来てるんじゃないかと思ったんですが、まさかその暴力性から来てるわけがないんですね、そういう温かさが。じゃあどこから来てるかっていうと、ずっと観察して分かったことがあるんですね。その暴力性を放った瞬間に一つの何か力が助けに来るんですね。でその助けに来た力が、正確さであり真実性なんですね。でその助けに来た力の方の、エネルギーを感じてるんですね。で僕の方はその暴力的な僕の方はですね、本当にただの無意味けれども、その無意味で、何も意味のないようなところに助けに来た力が、放っているエネルギー、それが芸術の源泉だったんですね。でそれがそれを引き出すために悪いことをしたらいいのかっていう、そうではないんですね。人間っていうのは常にその暴力性がそういう行為をしなくてもあるもんなんですね。わざとそういう暴力的な行為をしてもしたら分かるんですが、いい力は反応してくれないんですね。わざとすることは自分の意識下の中にあってですね、それをリアリティがそこにはないんですね。やはりその暴力的な自分、悪い自分っていうものをまるまる否定される、自分を否定されることによって全部自分を全部感じることができるということだと思うんですが、
その否定によって全否定によって丸々感じることができる、余すことなく感じることができるっていうことが非常に大切になってくる。全て肯定によってはですね、なかなか何も生み出すことができないということはよくありますね。何でもですね、生活でも何でも生活が絵になるなんて言い方しますけれどもですね、生活が絵になるっていうのは生活が肯定されて絵になるんじゃないですね。その生活が全否定されて絵になるんですね。全否定されたらですね、嫌ですよね、自分の生活が全否定されたら。けれども肯定されるということはですね、非常に部分的なんですね。一部分が、自分のいいと思っている一部分が肯定される、嫌な部分は無視されるんですね。そうじゃなくて全否定っていうのは全部含んでるんですね。自分の人生、生命、その思い、全てのことがですね、否定される。そういう時にですね、肯定されるんですね。全肯定なんですね。それが全肯定につながる。そうするとですね、生活が絵になるんですね。これが一番いい状態かと僕は思ってるんですが、その否定された時、否定された時は本当に辛いですね。辛いけれども、それをそこに何かあるんじゃないかと耐え忍ぶんですね。そうする時に1日2日かかるかもしれませんが、それが全部もうごっそり絵になるんですね。そうした時に嬉しいですね。絵描いててよかったなと思うんですが、本当に自分の生活が絵になって、それが例えば誰かに見てもらった時に何か感じてもらえたら、もうそれだけで絵っていうのは完璧な、見せる人と見る人のつながり、必要性を満たすものであるなと思うんです。だからですね、何かこう最高のことというのはですね、絵の中において最高のことというのは、全く何もうまくいかなかった時、もう何にも、いいことがそこになく、けれども適当にはやっていない、全部そこに対して望みをかけていた自分が全否定されることによってですね、それが丸々そのまま生きてくるんですね。耐え忍ぶ時間は必要かもしれませんが、それは大したことではない、けれどももちろん辛いです。その間はコーヒーかなんかでも飲んでですね、もうゆっくり過ごせばいいんじゃないかなと思うんですが、それを気に留めながらですね、そうすると一つの形がそこで時間とともに生成されて、いい絵が出来上がる。かけがえのない、自分にとってもかけがえのない絵が出来上がっていくんだなということが分かります。絵をまるまる全否定するされるのが理想ですが、そればっかりではやはり難しい時もあると思うので、タッチ、一つ一つのタッチ構成の中にその否定を、織り込んでいく。そうすることで多重構造構成ができるんではないだろうかと僕は思っています。何人もの人生を一つの絵の中に、閉じ込めて、一つの絵を完成させるような、ことなんだと思っているんですね。